kapituliere niemals! Das ist empörend! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen. Die wenigen Stunden, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu leben habe, werde ich nicht dazu benutzen, meine Unterschrift unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen. Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen. Erzählst du, was ist uns umsteht? Egal, was ist uns umsteht? Вот Артём Сафронов, я исполнительный продюсер проекта World of Things Blitz. Ребята только что познакомили вас с основной механикой новой фичи, которая нас ждет в обновлении 3.8. Но это лишь начало. Мы планируем опубликовать большое количество гайдов, статей, информацию про пресеты, видео, чтобы целиком и полностью донести до вас ту мысль, которую мы закладывали в данную фичу. На мой взгляд, это супер круто. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn!明けましておめでとうございます。なんだろう、もう7日なのやめてもらっていいすか？ようやく僕の中ではお正月なんですけど、世間はもう節分ですよね。さて、今回乗っていくのは、ソ連ティア10重戦車。イッセブン。英語はネキだから、ロシア語は非対応なようです。ウィキ情報によると、イエス、末見って読むらしいよ。基本性能をドン。なんだろう、いろいろ混ぜるのやめてもらっていいすか？さて、当チャンネルではS7の紹介はなんと3年ぶりだそうですよ。ていうか3年もこのゲーム実況してんのか頭痛くなってきた。自然に挑戦する男の相棒。やめて、まあ、3年も経てばいろいろと変わるわけでして、まず、モデリングが綺麗になりました。もしかしてそれだけ？そうだよ。みたいですね、と、当時は思われたかもしれませんが、なんか知らんけど、急にカチカチになりました。流れが唐突すぎる。今では TV なんかでもちょっと見ますね。お、S7カチコチで。じゃあ、S4君は。S4 がかわいそうである。いやまあ、S4 と S7 はいいバランスだと思いますよ。つうわけで車体上部は300ミリ以上ありカチコチ。風は相変わらずですけどね。保安型砲塔により、砲塔もカチコチで、キューポラも小さくほぼ抜かれないです。そして、モデリングが変わり、側面の空間走行が変わったようで、今まで以上に吸収するそうです。みんなも気をつけよう。四方には130ミリ砲を装備。これに関しては、なんと前の S8 から大幅に性能ダウンです。悲しいな。まず、貫通力が大幅にダウン。そして DPM も、メッシュと装填込みで2584となんか物足りないですし。でも単発は460と高いし、走行で乗り切れってことなんでしょうね。多分そういうことだと思います。特殊常備品も特にないし、完全に車両パワーで押し切ろう戦車ですね。さて、初動はバチコリと内側まで入ったところで、お次にこのクソガバガバ立ち回りのゴナヘをスルー。わしわしとしてそうですね。ていうかこのゴナヘは一体何がしたかったのか。その謎を探るべく我々は南米アマゾンの WG 本社へと向かった。南米アマゾンに WG 本社あったら怖いだろ。ていうかこれちょっとまずくない？ふむ、敵のガバガバ立ち回りを心配している場合ではないようだな。中央から突破される前にこちらもダメージを与えておかなければ。おかなければ？今ある貯金を全て WG に振り込む必要があります。うぷ主は別に10円しかないんだからいいじゃん。当時は若くして命を落とす子供のためにお金が必要でした。赤十字団体か何かで？よし、ゴナヘは処理したが中央が割とまずいんだな。これが対岸が行っていれば返せるんだが。やりやがったな。今のは痛かったですね。そんなことするんだ。朝から完全にポンポンペインでつらみがっかいわ。じゃあ1日お布団でスヤーしておけや。追撃はいけたらイクマンです。ブリッツ1年生やめろや。両軍が中央の対応をしに行ったので、僕はこのもう一人の悟空ことS7を押さえておきます。しかしですね、同じ車両の戦いって結構沼りやすいんですよ。例えばアクション X ですね。お互い砲塔が抜けないから、キューポラをどっちが先に撃てるかのデスゲームになっていました。そしてここはもちろん車体数を抜いていく。しかしこちらも車体数を抜かれてしまう。うーむ、終盤戦用にヘルスを残したいので、これは非常にまずいところのまずいさん。もしかして、バイアスを狙うしかないってこと？俺なら、俺たちなら弾ける。生きがいいね。いや、僕も応援戦時代。敵の弾を弾いただけで応援戦時になるな。ていうかあれ見てないんだよな。ていうか何の話をしているのか理解していない人が大半なんだよな。そしてこれは理解しなくていいことなんだよな、バーンチ。何気にボーンでしたね。ボーン、一番精鋭実感する。ボーンをしている時が、最近統治法多くない？多分気のせいですよ。そしてこのガバガバ紅茶法を撃破しつつ、味方の支援でもします。壮大でさ、これってもしかして、俺が何とかしないといけない状況ってこと？ D62A を打ちたかったけど当然が終わらず、かといって火力を無駄にするわけにもいかないので S7を打ちしかない状況ってこと？すかさず俺が打ったのを見て S7 が距離を詰めて D62A が側面から追撃が来るかもしれない状況ってこと？オタク特有の早っきで手によう。おっとこれは失敬。ここの隙間たまに抜けるけどたまにしか抜けないので発散そうです。うーんまずい。これは非常にまずい。これをでも一発弾けるか？弾けた。勝った。大好き。と思っていたと思っていた。
なんだこのソビエトバイアス同士の戦いは。一発もらうのは覚悟しつつ、A62Aを先に撃破しますんで。ナイスキル。あとはただっと距離を取りつつ、攻撃手厚い位置まで下がりたいと思います。ちなみにこれは2体に座れました。悲しい。交代速度は15キロなので、めっちゃ速いってわけでもないけど、最低限あるって感じですね。欲を言えば20キロは出てほしいけどね。ここらで抜けるかと思ったが、貫通力がなさすぎて抜けませんね。これを嫌って、貫通力アップを積む人も多いみたいですね。どっちでもいいと思いますが、さ、ここらで追撃をしたい。ナイス足切り。足切りにより相手は弾を外したようです。装填が終わり次第追撃します。おそらく相手は一瞬弾薬庫が壊れていたので、装填はこっちが上。あとは焦らず焦らず。ここだ、弾薬庫。ナイスキル。危なかったですが、これにて戦闘終了です。結果は、6537ダメージ5両撃破で M バッチ、ギリギリでしたが、なんとか勝利しました。総評は、長所はモデリングが綺麗になり、そのおかげで装甲が強化、機動性がいい重戦車、短所は、18に比べ、指向性能が悪化、DPM がないため押し込みに弱い。今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくね。バイバイ。